EXC-35EXC-3603 から 1EXC-35 は1930年代にスイス・トゥーンの連邦製造交渉で設計された偵察機、地上攻撃機用の複座の副用機である。当時スイス空軍が使用していたホッカー CVE を代替するために副用機の EXC-35 と 単用機の E 機 C-36 という2機種が連邦製造交渉で設計された。評価試験後の1936年に空軍は40機の C-35 を発注した。C-35 は、オリ輪式の固定膠着装置と通常の形式の尾翼を持つ副容器であり、イスパノスイザ HS-77V 型12気筒エンジンを搭載していた。 最初の C-35 は1937年5月にスイス空軍に納入され、1938年末までに前期の納入が完了した。収益中の機体を補充するために1941年から1942年にかけてさらに8機が製造された。1943年に E 機 C-36 と代替されて第一線から引き上げられ、 夜間飛行部隊へ移管された。C-35 は1954年に退役した。データフロムザイラストレーテッドエンサイクロペディアオブエアクラフト1985オルビスパブリッシングページ1593ありがとうございます。